3、2、1、0。8月27日の朝、おはようございます。今日も世界一昆布が好きやから昆布屋やってます店長の松下幸一郎が、皆様の料理の味を劇的に美味しくできるお手伝いができるように頑張ってます。やればできる、今日も昆布できる。8月27日は男はつらいよの日だそうです。男はつらいよといえば戸田さん。ところで戸田ってなんだっけ？体重維持のことを、それはふとらつ。わかった。スペシウム光線、それはウルトラマン。そんなことはどうでもいいのですが、今日も頑張ってまいります。即用志忍び草のご注文お問い合わせが増えてます。別注品も受けたまわります。法事ギフトはお任せください。大阪では乾燥塩昆布でお茶漬けを食べます。まずご飯の上に大判の乾燥塩昆布を乗せて、あとはお湯を注ぐだけ。とろける美味しさの塩昆布とご飯、これだけで何杯でも食べれます。あなたも試してみませんか？ちょ、まっちゃん、父さんはインディアンやから嘘つかないって。インディアン言うのがそもそも嘘やって言われてやんの。